アリアン6は欧州宇宙機関が開発中のアリアン5の後継機となる人工衛星打ち上げ用使い捨て型ロケットである。2022年後半の発射場を目指している。開発の承認は2014年12月のエサ、閣僚級理事会で行われた。機体構成は2014年夏に大きく変更され、打ち上げ能力を調節するために A62 と A64 という二つのタイプで構成することになった。A62 と A64 の違いは一段として使われる固体ロケットモータ P120 の使用本数であり、A62 は2本、A64 は4本を装備する。この P120 は新たに改良されるベガシーロケットの一段を共用することにして開発コストの低減を目指す。 中央のコアブースターは2段の位置づきになり、アリアン 5S 差で使われている液体酸素、液体水素を推進剤とするバルカン2エンジンを使用する。3段には中止されたアリアン 5ME 用に新たに開発を行っていた液体酸素、液体水素を推進剤とするビンチエンジンを採用することになった。A62 は静止トランスファー軌道エゴトン、A64 は GTO へ10.5トンの打ち上げ能力となる。アリアン6の構想は、アリアン5の検討が本格化した1980年代半ばに開始された。当初は、エルメスとアリアン5による部分再使用型打ち上げ機システムの後継と位置づけられており、完全再使用型の単断式宇宙を換気とされていた。また、これに関連して、同時期に、 スストとして検討が進められていたホタールをアリアン6とする報道もあった。しかし、1990年代にはエルメスもホタールも景気の悪化に伴い予算難に陥り、計画は中止された。これによってアリアン5はエルブとして開発が継続されることとなり、その後継機であるアリアン6もより広範な検討が進められることとなった。2000年代前半には、 2020年代に実現予定の再使用型打ち上げ機のバックアップとして位置づけられていた。その後、2004年に開始されたフューチャーランチャープリバラトリプログラムにおいて要素技術研究が行われた結果、RLV は技術的飛躍が大きく開発コストが高いことなどから2020年代での実現は困難であると判断された。 これにより RLV の実現は2030年代へ先延ばしされ、アリアン6は従来型 LV として検討を継続することとなった。2008年に20種類の候補のうちからコアステージに使用する燃料やエンジンサイクルが異なる4種類の構成へ絞り込まれ、2012年から2013年にかけて最終的に p p h 案が採用された。 開発開始の最終決定は2012年11月のエサ閣僚級理事会で行われ、その後、イーズ・アストリアムと協力会社6社が提案したロケット構成案をエサとフランス国立宇宙研究センターが了承した。この段階では2021年の初飛行を目指していた。低ロード1トンあたりのコストは、 アリアン 5S 社と比べて30%から40%減となる予定であったが、スペース X 社のファルコン9ロケットの台頭により、さらにコスト削減が必要になり、フランスとドイツの間で駆け引きが行われていた。アリアン62とアリアン64、アリアン6は、アリアン5のように2機の衛星を同時に打ち上げるのではなく、1機単独で打ち上げることを考えて、 打ち上げ能力は低めに設定されていたが、結局、アリアン5の後継機として2機の衛星を同時に、打ち上げられる形態に戻された。2014年6月に、エアーバスディフェンススペース社とサフラン社が、アリアン6の新たな機体構成案を提案したことにより、従来の餌の構成案が吹き消されてしまった。その後は、フランスとドイツの間で、政治的な駆け引きが行われた。 ドイツは商業市場への強力な武器になるアリアン 5ME の開発を行うべきと主張。ただし、既存のアリアン 5S サよりもコストは高くなるため、エサからアリアンスペース社への支援を継続する必要があった。一方、フランスはアリアン 5ME よりもアリアン6を開発すべきと主張した。ドイツは、まずアリアン 5ME を開発した後アリアン6へ移行すべきだとしたが、 フランスはそれではアリアン6のデビュー時期が遅れ商業市場を失うと反対した。両方を開発する予算的な余裕はないことから結局アリアン6の開発に進むことになり2014年12月に合意した。人工衛星の短期打ち上げを目的としており低軌道に10トンから20トン、太陽動機軌道に4トン、静止トランスファ軌道に3トンから8トン程度の 能力を持つロケットとして以下の4種類の構成が検討されていた。この2013年の段階では NGLPBH 案が採用された。ありがとうございます。